もう最後やっと最後ですね、東映図。いわゆる今まで皆さん、よく私はバーッとか見取り図ですね、まあ、全体像をつかむ見取り図。で、そうじゃなくて、東映図といって、ある見た目の時に、真横から光を当てたその影と、真上から見た、ね、それを表現すること、それを同時にやった。横と真上からの方に、2つの角度から、立体を、表現しようというやつですね、東映図。で、76ページを見ていただければ、東映図、正面からの図、ね、それを立面図、真上からの図、平面図。だから真横から写すっていうのは、例えばこういうのでも立ってる感じするじゃないですか。ね、だから立面。で、上からすると、こう、下につくでしょ。だから平面図ですね。まあ、その辺は、自分なりにこう解釈してください。で、ですね。で、まあ、このように図1書いてありますけども、これ、丁寧に書くとなかなか難しいので、いわゆる、ですね。まず、見取り図、こういうやつですね。ちょっと見取り図書いてありますね、見取り図。見取り図ってこんな感じじゃないですか。これですね。で、これを真横からボーンと当てると、向こうの後ろにはさ、三角形がこう見えるでしょ。この部分もまっすぐに見えますよね。で、今度これ上から見るのね。上から見る。これ横から。だから、東映図影だから、光をさ、これスポットライトポーンと当てると、裏側にこの三角形の影ができるでしょ。で、真上から見ると、で、チョン、これポイント、チョン。ね、これ、このチョンはこのとんがってるやつね。ここ点が見えますよね。で、これ真上、上から。でそれを一つにまとめたものが東映図といって、もう少しこれを、対応をはっきりさせましょうということで、半分にして、上に三角形あるでしょ。で、当然、この、いわゆるさ、この部分って実はこの直径と対応しなきゃいけないですから、よいしょ。こうして、こうしてね、この幅がこの上から見た時の幅と一緒じゃなきゃおかしいですよね。でその対応をこうやって点でこういうふうに表してるんですね。でなおかつこの中上の頂点とこの上から見たこの頂点のね点が対応してますからこのように表している。ね、でこのことを横から見るっていうことはこれ立体が立ってるやつだからこれ立面図。間違ってないですね。立面図。上から見たのを平面図、下の平面に移した人ですからね。そうじゃないかもしれないですけど、まあそういうふうに思ってください。だから逆にこれを見たことによって、上から見たらこうで、横から見たらこれだったらば、これのここの、底面は円だなっていうのが分かるじゃないですか。だから逆にここからこれが想像できる、いわゆる円錐が想像できるようにならなきゃいけない。いうことですね。よろしいでしょうか。で、東映図の書き方なんですけども、下の部分ですね。視覚で見える線辺は実線、裏側で見えない線は点線であった。図波なんていうのは今こういうふうにこうなってますよね。だからここからこうボーンと光を当てると、まず影としては見えないんだけども、これが見えなきゃおかしい。いや、これね。これとこれが対応しているんですよ。これがね。よろしいでしょうか。で、上から見ると、この下の三角形から、この頂点を基準にこう、線が広がってるみたいに書かなきゃいけないですから、こうなって、大雑把で思い直さないと思います。こうなってて、この頂点がここにあったら、頂点からこう広がってるでしょうか。こうやってね。で、対応してるから、このように、こういうふうにやらなきゃいけない。だから見える線ですね。これ見える線は実線なんですね。そうすると、図、イの方は逆に、この部分が裏側来ちゃってるのね。図、イの場合はね。で裏側に来てるから、図の場合はここが点線になってるわけですよ。わかります？いいでしょうかね。ここが点線になってるんです
ですね。いいですかね。ということで、まあこれテキスト見てる方はお分かりになりますかね。で、見えない辺は点線、奥の方は点線なんですね。よろしいでしょうか。で、まあ早速もう60、これ以上ぐだぐだ説明してもしょうがないので、問題を解きながらやっていきましょう。69ページご覧になってください。とにかく上側の図は立面図、横から光を当てている、下の方は上から光を当てている、見ているっていうふうに考えてください。そうすると、はい、問い69、なんかこれあれですよ、何問題だろう、だクイズみたいななんか感覚ですよね。横から見たら長方形、上から見たら丸、こんな図形は何ですかっていうね、これは何か、なんていうの、慶応幼稚者とか、わかんない、こんな問題出ないから、このぐらい、そうなんですか、ね、そうすると、どう見ても、これは円柱だって分かっていただけるかどうかですね。よろしいでしょうか。そうすると、まず見取り図っていうのはこうです、見取り図っていうのは全体像を書けばいいので、こうですね。こうなってこうですね、これを見取り図って言います。見取り図ですね。見取り図、見てこう取った図、ね、実質のままなんですからね。まあこんな感じでした。で、まあ展開図はね、まあ円柱の場合は丸こう並べてもいいし、ずらしてもいいし、真ん中に置いてもいいし、何でも大丈夫です。よろしいでしょうか。じゃあ2番、これは、横から見たら三角でしょ。で、上とんがってるから、これ何とか錐だなっていうのはイメージできるじゃないですか。で、上からこう覗いたら底面が四角だから、これは四角錐だな。だから、ごめんなさい。これは、名称も書くんだ。ごめんね。で、ここは円柱って書いてあるんですね。円柱。で、2番、外、これは四角錐ですね。四角錐。これはいいですかね。で、見取り図、意外と見取り図これ書くの大変ですよ。下四角形だからね、慣れてないと案外強いですね。で、こうして、あと適当にこれに平行なお点線をこう打って、まあこうしてね、で見えないから、これも点線でした、ごめんなさい、これも点線でした、これも点線でした、ね、こういうやつですね。これ見取り図。で、まあ素直にこれ底面を真ん中にして三角形をこう書いてていいんじゃないですか。こうやってね、側面をこうやってね、これが展開図ですね。ちょっと汚いけどね。3番、今度も上がとんがってるでしょ。だからなんとか錐っていうのは分かりますよね。じゃあ、なんとこの部分は何かって、底面の形が入る、上から覗き込んだらこれ三角形ですよって言うんだから、これ三角錐ですね。三角錐ですね。で、見取り図。見取り図簡単ですよね。3本こう書いてこうすれば。これ見取り図ですね。で、展開図。まあ展開図いろんなのあるんですけど、まあ一番簡単な展開図って三角形書いて逆三角形書けば、一番簡単な展開図なので、これでいいんじゃないでしょうかね。いかがでしょうかね。さあ、じゃあ次、問いに習いに行きましょう。今度は、自分で投影図を完成してくださいって言うんですね。ということは、上が立面図、下が平面図なのに何が欠けてるかというと、いわゆる見えない部分と見える部分がちゃんと立面図の方になんか抜けてんじゃないかなってやつですね。よろしいでしょうか。で、過去1、演習、演習70って書いてあるでしょ。で、立面図がこのように長方形の形になってるっていうのは、もう何とか中しかないんですね。何とか中しかない。で、今これね、で、これ、こうなってるでしょ。それで、こうなってるでしょ。これ、対応してて。よいしょ、ここはちゃんと書くといけないですね。よっ、簡単に簡単に簡単に。こうです。こうでしょ。で、こうなってるわけじゃん。ね。これ、上から見てるっていうことは、これね、ここの部分。ここのな、ここはずっと上にこういうのがあるわけでしょ。ということは、この部分っていうのがあるわけだから、ここの部分は横から見ると見えるわけだから、
これ抜けてんですね、これ。この線が抜けて。だから、ピン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 。だから答えとしては色使っちゃいけないんですけど、これをね、これを入れてください。これを入れて、あとはこうやってピンピンピン。ってやると完成なんですね。で、見取り図も入れてくれっていうのか。ということは、見取り図は、まあ、これでよろしいんじゃないですかね。見取り図はこれでよろしいんじゃないですかね。次、四角柱。で、これさ、四角柱で、もうあの横が四角形だから、立面図が四角形だから、なんとか柱なんですけど、これさ、上から見た時の平面図がちょっとずれてるでしょ。そこがポイントなんですね、これは。ずれてるでしょ。だから、見えない部分は、見えない部分は、省略しちゃいけないわけです。そうすると、こうなってて、で、これちょっとずれてる角だから、こうなってるでしょ。こうなってるわけでしょ。そうですよね。そうだかな。ここが、そうですね。これがまず隠れてるでしょ。ここね。ここ、ここ、ここ、ここ。だからここがこういうふうにビヨーンって立ってるわけだから、ビヨーンと立ってるわけでしょ。そして、あとは、見えるんだから、こうだから、今度はここが見えないといけない。ここが見えない。こうですね。ここが微妙に見えなきゃいけないですね。こうなってますからね。ということですね。はいはいはい。そうだね。これがここの幅なんだから、ここが見えてなきゃいけないから、ずれてるんだから、そうだね。ここ見えないとおかしいですね。ということは、点点点点点点。で、ここは、これなきゃおかしいね。これが見えないと、おかしいですよね。見えるの。そうですね。これ見えないといけないからね。ずれてる。はい。ということですね。で、見取り図は、こうですね。こうですね。見取り図。ということですね。じゃあ77ページまで終わりにしたいと思います。